思いますはい歴戦人講師の宮口でございます、弁理士のね、はい。今日はあ今日のテーマ、これですねあ、論文サルベージゼミというね、もう、あのー、どうでしょう、これってね、えー、確か私の記憶だと、2011年ぐらいからスタートしてるんですよ。なので、もう12年ぐらいになりますね、毎年毎年やってて10、12年ぐらい続いてると。それでね ああのこういうゼミというのはね実績が出ないとあもう企画倒れのなくなるんですけど12年やってるということはあ実績が出てるということです。はい、であのこのチラシをちょっと見ましょうかこれあの通信で聞く人もいますからね最低限あの皆さんにねあ十10年か10年連続休止10年だから逆にあの今年入れて11年ということになります。 ね、はいはいもうやねそうかはいそれで、えー、まず3月14日から始まるということなんですよで具体的にはね後ろにスケジュール書いてますほら3月14日の火曜日からね、えー、夜,夜なんですけど、えーまあ、ちょっとね土日ではないんですよ。あの土日は皆さんこの実践もあるし あのむしろね、ふ、え、だ、ー、の曜日の方が逆にいいのかなと思いましてね、ただ、あの毎回来れる人はぜひ出てほしいんだけど、まあ、来れない人もね、中にはいるのかなと思うんですよ、でその人でもね、安心ですよ、まあ、安心っていうのはね、えー、っと去年、去年とおととしかあの、コロナ感染ウイルス症で、あ緊急事態宣言も出ており、 でそんな中です、ねえー、ちょうどこのサルベージゼミも、ね、緊急事態宣言のときに実施されていたんですよ。で、まあ、申し込んだ人も,、ね、もう緊急事態宣言が出てなかなかその外に出るのもま、ね、ま、えー、ならないという状況で、まあ、当然、これね幸いなことに書いてますかねあのウェブフォローがあるんですよ、これ欠席してもねあこれ重要ですよね。 欠席ウェブフォローがついているとこれあこれ重要ですよ、ね、なのであ全部休んでも平気なぐらいなんです、ね、それで、えー、っとなんて言うんでしょうね、えーまあ、答案大事なのは、ね、答案なんですよで答案をお PDF で出してもらっても構いません、ね、そして私が採点してそれをまた PDF で返すと。 だから欠席しても大丈夫です。全部ね、採点しますよ、私が。ね。それで、あの、皆さんで、ね、ちょっとこれ、えー、スケジュールを見るとわかるんですけどね。あの、第六回。第六回までをね、ちょっとこう、囲みたいなと。思います。はい。こんな感じで。ね。で、第七回以降も囲ってみたいなと思います。 はいで何が言いたいかというと皆さん、第6回と第7回の間を見てくださいね結構空いてるでしょ、これね結構戦略的にそうしてるんですよ。っていうのは毎週2回、ゼミやっていくわけですよね、そうするとやっぱりこう大変だと思うんですよ、精神的にもね肉体的にもで復習もままならないとねだから戦略的にこれ空けてます、だからこの約、ね、10日間ぐらいありますよね。えー だからこの間にその前半6回の復習もねできるように考慮しておりますから、ええまあ、やっぱりあの私もね11年ぐらいこのゼミやってるわけであのスケジュール的にどうした方がいいとかあそういうふうにねどんどんあの進化しており皆さんがあの本当に合格してもらいたいんであのゼミもね少しずつ少しずつ工夫しておるわけです。はい そして、まあ、大体スケジュールはこんな感じなんでね、あのーまあ、皆さん、火曜金曜出られる人は出てほしいと、ね、で出られなくても安心だよという話を終わりたいと思いますじゃあ次にですねこれサルベージーテキスト、はい、これはね皆さんね、あのー、まだねできてはいないんですよ、うん、ただ8割方できてますそれで、えー、っと全部で60問だったかな書いてませんか書いてない。 サルベージええあ,あの「特実30」「衣装15」「商標15の」の60問はいでこれはね皆さんねあの実際に現場に来てあゼミで書くじゃないですかねそれとは別ですからまあそういう意味ではねあのー、約70問以上このゼミを通じて 学ぶことができるこれもね普通のゼミはあその現場で解いた問題の数だけですけど、まあ、サルベージゼミは、えー、プラスこの60問がついてるんでねあのー、まあ14日からスタートはするんだけどあのー、そのゼミを通じてねあっという間じゃないか <laughs> そしたらねこうしましょう皆さんあの今日例えば申し込んで14日まで暇だと。 ね、じゃあそういう人にはどうすればいいかあの勉強を教えておくとえっ、ー、とねあ「論文本試験過去問答案」これねこれ宮口講師が添削って書いてるじゃないですかええー、で論文本試験の回答をですね、えー、前年度全科目把握している宮口講師が本ゼミ申込者限定であ直接添削を行いますとね で宮口講師の印鑑がついてる答案用紙これってあれですかね申し込むともう今日今日でももらえますか今日もらえるそうです、ね、だから今日早速申し込んだと仮定しましょうねで最大10枚申請しますのでこの答案用紙を使用し最大10回まあだから添削オプションサービスと思えばいいですよだから例えばねあのこういう使い方が賢いのかなと思いますあの過去問ね取り組んでみるとするじゃないですかね でまあ、過去問の答えがあると自分の手元にああの理想源でもいいしレックのお問題集あります論文のそれを持ってってもいいんだよねまあ自分で書いてみるであ答えを整理してみる、ね、でほとんど合ってると、ね、そうしたらまあほとんど合ってればそれは合格なんですよ自分でわ分かると思うけどでもね、あのー、全然違ってると答案がそうするとねそれがいいのか悪いのか分からんでしょう ね、ああもしかしたらあの違ったことを書いててもいいかもしれないし、ね、あるいはその逆かもしれないし分かんないでしょだからそういうのをこう出すと分かりますだから一通りね答案構成である程度あの答案の目どをねつけてあだいたい上がってるなとこれは宮口先生に採点してもらってもまあ多分合格点つくだろうなとねそれよりもなんかこう自分として いいいい案案なななののか分かか悪らない、ねまあ、そういったものをあこの印鑑付きの答案に書いて出せば私がねああの再現答案とかをねこの採点してきた実績から大体いいね受かるのか受からないのか大体いい当たるんですよ私。ええー。去年もね去年に関して言いますと私がね あの受かるって言った人で落ちた人は一人もいません去年はねおととしはいたんですよおととしはね正直言いま,すいました私が受かるっつってもね落ちる人いたんですよこれはねちょっと私も大反省です商標法がねめちゃくちゃ簡単だったんですよおととし令和3年がああでみんなねできはいいわけですよ俺が採点したらだからうあのできるからっつってね合格点つけてまあ他の科目も良ければという話ですけど 合格するよと言ってたんですところが蓋を開けてみたら意外と商標法で落ちてる人が多かったんですよ。そこで私が学んだことはこうなんですよ。あの論文問題ってねあの難しい問題が出た方がむしろ皆さんにとってはプラスです。なぜかというと出来がが悪くてても受かってる可能性があります、ええ、相対評価だから。で簡単な問題が出た時はむしろ怖いです。ええ、ほととんど完璧に書いいてないと ダメなんですよ、えーえー、私ねあの思い出しますねあの大学受験、ね、私が大学受験したのはね確かちょうどあの平成元年だったと思うんですけど小渕 <laughs>、えー、総理がね平成とか言ってた時代でその時にね大事件が起きたんですよ実はあ私はあの慶応大学出身ですけどなんと あの大学入試問題が前日に盗まれたんですこれ結構ね大事件だったんですよ当時ねで私なんかほら当事者ですよ受ける当事者ねそれであのどんな問題が出るかと思ったんですよそしたらねもうあの数学じゃないですねあれ算数ですね算数のような試験ができた出たんですよ超簡単なで あの当時予備校の先生がやっぱり言ってました簡単な問題の時ほど気を抜くなと、うん、だから、まあ、私まあ結果的に受かったんだけど多分あれ満点取らないと落ちたと思いますええー、だから簡単な問題が出た時ほど気を抜くな難しい問題が出た時は別にいいんですよ出来上がるかってねでもだからといってさ出来が悪いあのー、と心配ですよね、まあ、だからこののサルベージミある程度の 問題のレベルをキープしてますなので多分皆さんにとっては難しい問題が出ると思います少なくとも最近の本試験の傾向と同等かそれ以上のレベルを出していきますからねまあだからねまあ本当はサルベージ適当があればいいんだけどちょっとまだできてませんけどなるべくですね3月14日の,あの初日までにはね特実編は配れるようにしたいと思います、ね、だから皆さんで、ね、もし今日申し込んだ人はまあそれまで暇だっていう人はね ここ最近の過去も令和の4年から遡ってもいいですそれで書いてみて、まあ、俺に出せばいいわ答案で俺に出すっても俺があのいるわけじゃないねだからあのエルタワーのね窓口にあの社員ともどもね皆さんにあの、えー、皆さんが出した答案をちゃんとこう受け付けて私にあの手渡しますからね出してもらっていいですよ、ね、はいそんな感じでいきましょう でゼミ以外でのフォローアップは何なんだと、ね、これ気になりますねゼミ以外のフォローアップも充実しているとあこれさっき言いましたねウェブフォローそれからあ PDF 送信、ね、これはさっきも言ったから、まあ、大丈夫ですかねはいそんなところですでねあとは、まあ、お値段は79でこれ7七9九千というのはね、まあ、皆さんにとっては、まあ、た高いかもしれませんがこれねずっと据え置きなんですよ、ね、このご時世ね あのなんかこうどんどん物価が上昇しますね <laughs> で。で卵とかすごいことになってますよ、ね、1.5倍ぐらいの値段になってますでも据え置きなんですよこれあああの受けてる人なら毎年受けてる人は分かると思うけどまあだからなんとはねあの頑張ってあの値段据え置きで頑張っておりますからねはいということであと合格者も一押しなんでちょっと読ませてもらっていいですかあの私も興味あるね あの合格者がどんなこと言ってるのはね宮口先生の論文サルベージは3月中旬から1か月間行われる週2回のゼミですああその通りですね嘘を言ってませんね大迫力答案構成力答案作成力の一層向上を図ることが可能な素晴らしいゼミでしたで本ゼミでは毎週2回の答案および宮口先生による解説および重要事項の講義が受けられ宮口先生による個別添削を受けられます で仕事の合間に週2回の討論、講義はハードですが直前期の中だるみを防止でき最後まで集中力を途切らせることなく勉強が継続できたのはこのゼミのおかげですそうあのね何が言いたいか週2回ですよねきついですでもそのきつさを乗り越えてこそね実力がつくんですよのんべんだらりとやるより集中的にやった方がいいんです、ね、私もね時々あの実務の依頼がねなんかあの なんていうんですかね、こう集中することあるんですよ。うわあ来てほしくないなみたいな時にね集中するんですよね。<laughs> でよりによって脳波もこうあの重なったりしてね。ででも嫌だなと思いますよ。あの気分的にはね。でも私ね逃げたことがないんですよ。であの取り組むわけです。そしてねまああのそらねひどい時には徹夜とかもしますけど、なんとは乗り切れるんですよ。でやっぱりねその気持ちとしてねよしやるんだっていうね。 気持ちを持って臨めばねまあやり遂げられないことはないしで皆さんがねあのときの礎ののになりますあの例えば受験時代にあの厳しいあの当然を乗り越えたと、ね、だからあの実務でもこれ乗り越えられないわけはないとだからね受験時代の苦労って意外と実務会に入ってもねあの非常にこう精神的な支えになるんですよ。えー あの似てるところがあります。明細書を作成って、まあ論文の勉強と似たところがありますからね。まあただあの手書きで書くか、ワープロで打つかみたいな違いしかないんですよ。だからね、あの論文の勉強って本当に実務に役に立ちますから、あの文章力。ね、当然明細書でも文章力は求められるんですよ。で私はいつも皆さんに言ってますけど、あのいつも言ってるって言っても、皆さん、あの初めての人はね、聞いてないけど。何を言うかというと、一発書きができるようになれって言うんです。 ええ、で一発書きというのは何かというと皆さんが答案を書いた時にあ間違えたってね二重線で引っ張ってあのやったりするでしょあれを極力なくしてほしいんですよええで2つのメリットがあります一つは見栄えが良くなる答案のでね皆さんの中には字が,字が汚ねえわとか言ってあのコメントされる人もいるかもしれないでもね一発書きができるようになるとあの字が下手な人でもあのなんていうのバイアスがかかるんですよ どういうういいことだと,いうと、ね、採点者に対しての,あの自信自信の度合いあの要するにあのこの答案は受かりますよっていうバイアスがかかるんですだから採点が甘くなるんですよ、ええ、これ私もね20もう講師歴23年ですよ西暦2000年からやってますからねであのねそうあの一発書きの答案ってねこれは多分受かってるだろうなっていう。 あのまず前提で採点するんですよだからね甘くなる傾向があるんです、うん、ところがね逆にぐじゃぐじゃしてるとあるじゃない、ね、それはねダメだろうなっていうバイアスがかかるんですよだから必然的に採点が厳しくなるんですああだから皆さんには言いたいんですよあの一発がきできるようになれるとそしたらね何か間違ってても正しいこと言ってるんだろうなみたいに見えるんです これれれって、まあ、あの変な言い方をすれば力かもしれませんでもね私もねこれまであのいろんな受験生をねあの合格させてきた中であのこれはもうどう考えても落ちるだろうみたいな答案があるわけですよ再現とは見たときに受かってるんですよ。ね、でもう一回見直しをしてみたんですその答案再現とは。やっぱり一発書きしてるんですよそこは共通点。ああ だから一発が気にしてる答案というのはあのはったり力っていうかその何ていうかこう採点者に対してこの受かるぞバイアスをかけるこうあの力持ってるとで <laughs>、ね、やっぱりね自信にみなぎってあの会社面接とかもそうかもしれないけどこうおどおどしてね背筋が曲がった状態でおどおどしてるとなんかこうもうねそれだけであ落としたいなという気分になると思うんですよ面接官は。 トールはね、節約をピシッとして正々堂々とした受け答えをしているともうそれだけでねあの内容がパッとしなくてもね、あのー、すごいなと最近はほらあのー、ねなんか、あのーまあ、あんまり言わん方がいいかな,なんかコメンテーターの人でねなんかその <laughs> ねななんかこう最近出てない方がいらっしゃるんだけど、あのー、でもコメンテーターのね、あのー、人たちって えー、昔ほら、あのー、なんか学歴詐称かなんかで経歴詐称かなんかでもう出なくなったりした人もいるけどでも私に言わせるとねその人たちはやっぱり正々堂々としてたなとだからそういう能力にたけてるなと <laughs> でまあ論文もそうなんですよだからやっぱりねこのこう自信にみなぎった答案というのはどういうものかと、ね、だからこのゼミを通して皆さんにこう伝授していきたいなとねね。そのためにはね 文章としての一つの塊あ、あの英語で言うとイディオム、そういったものをね数多く覚えると、あの論文ってねスムーズに書けるようになる。であとね根拠条文をなるべくなるべく暗記してください。ね、あの条文はね論文試験というのは見ることはできるんだけど、見て書いてると遅いでしょ。ね、だからさ例えば根拠条文でね。 あのー、まあよく出るやつで「侵害系3点セット」と言われるやつがありますね特許法だったら「2乗3項1号、ね」と「68項」と「70条1号」ねの形式的に「侵害である「2乗3項1号」「70条1号」「68項」って書くでしょこういうのってもういちいち見ないよね、うん、だからそういうその見なくても書ける状態を増やししてほしいんですよ、ね、そうするとねスピードアップにつながります。ね。 はい、じゃあ次の人の合格体験記を見てみましょうか、ね、サルベージゼミは講義内容はもちろん適トもそうだから本当はね皆さんもう今日申し込んだら即ねあの配れるようにしたかったんですがちょっとほら令和3年改正ってまああの令和1年というに比べるとね、まあ、そんなに大した改正ではないものの例えばその政党流がこいでないことになるとかちょこまかした改正があるんですよ。 だからもうある程度出来上がってるんだけど、まあバグがある状態で皆さんに配ってもいい迷惑かなと思って、今最終チェック段階に入ってますからね。あのさっきも言いました通り、3月14日なので、えー、それにまあの特実戦だけでも間に合うようにしたいと思います。はい。で問題の数が多い。そうなんですよ。問題の数がね、普通のゼミより多いんですよね。はい。で内容も本試験レベルです。であるため。 あこのテキストをこなせばほとんど問題をそうこれ俺が言ってんじゃないからね、えー、ほとんどの問題を網羅できるぐらいのものになっているあのちょっと言い換えたいんですけどほとんど分野を網羅できてるということです、ね、つまり穴がなくなるように私もね問題をセレクトしてるんですよえー、はいでまたテキストの模範答案はそうあの私の簡潔答案であるため無駄なく 型とキーワードが盛り込まれてです、いそう、ただね、簡潔とアンケートも、ここがちょっとミソで。特実は簡潔と目指しますが、意匠商標は最近ね、ちょっと簡潔は受からない傾向も見て取れるんですよ。まあ、だから、意匠商標は、結構ね、あの、三ページ四ページ、まあ、四ページぐらいに。あの、なるレベルの分量で書いてます。ね。 はいそれで何これを何度も繰り返し活用することで本試験では何がでも大そうこのね自信がやっぱり重要ですよ皆さんこのゼミのね一番の目的かもしれませんやはりその簡単な問題が出てあの簡単な問題ばっかりやってるとね自信がなくなりますよええこのゼミはね結構ハイレベルなんでやっぱりねなんていうかこう気分的にえ大らかな気持ちで 本試験を迎えることができます、ええ、で私もね2つの視点からこのゼミは出題していきます一つは皆さんがその本試験で慌てふ,かふためかないように鍛えていくでもう一つはやっぱり山当てですね毎年私当ててるんですよ、ええ、去年はあ,のあれいきなり当てましたね国際国内型ねこれそろそろ一回も出たことないけどそろそろ出るぞっつって本当にゼミで出してこの問題ねっ 当て,ましたよね、当てましたよねと言っても皆さん去年出てないから分かんないかもしれませんがはいそれでね最後の合格者はい「レと論文サルベージゼミ」では過去問等の問題を10通まで添削していただける特典がそうね今さっき言ったでしょこうやって書くということはこの人もね活用したということですかねはいちょっとあかんだないねはいでこの特典を利用してああ苦手な過去問ほら 自信のない角問を添削していただきゼミ以外のゼミ添削以外の自分の苦手な箇所に気づくことができました。ええ、で添削アドバイスもしますよ、うん、そういうことです。あの私がねその皆さんの特徴これをああの私が掴みましてねこの人にはこういう良い,い面と悪い面があるなと。でいい面はそのままあのねえかしいわけですよ。で悪い面を直すね そうすれば受かるわけですか。で、私は的確に、あの皆様方の答案からね。あ、これが良くねえなと、ね。あと、分野的に、例えば、ほら、よくありがちなのがね。あ、事例問題は得意だが、一行問題苦手だなとかね。そういう傾向も、あの、出てくるんですよ。あまあ、だから、そうするとね。まあ、例えば、あの、青本対策講座も合わせて取った方がいいんじゃないかとかね。うん、逆に、あの、逆もいるんですね。一行問題得意で。 あの事例問題が苦手な人っていうのもいるんですよ。で、それはね、どういうあのタイプの人かというとね、たくさん書きすぎる人。ね、あのええー、とね、質問に対してなんかこう聞かれてないことまでこ答える習慣になる人がいるんですわ。で、そういう人はあ結局ね、あの受かるときもあるんだけど、そういうタイプの人はね。でもやっぱりね、あのほら聞かれてもないことをたくさん書くということはね、時間の無駄でしょ。 スペースの無駄やない。だから、どっかでね、あ書いてほしいことを書いてない可能性があるんですよ。うん。芝寄せが来て。だから落ちると。で、そういうところも私が見抜いて、皆さんね、あのー、こういう特徴があるから、あ直していこうと。そういう感じです。はい。はい。このチラシは大体そんな感じ。ね。じゃあ次に、今度はこれ、あのー、これ皆さん、漏れなく進展するんですけど、今日の説明会レジュメね。これ、あの、あれよ、ただのね、 なんかあのただのなんていうの解説あガイダンス用冊子じゃないですよ見てくださいこれね何だと思いますうんこれはあのあれだねもうあの申し込み特典というか今日来て申し込まない人にもあげてるという気前の良さっていう <laughs> これあれですよ一行問題集ですだからねサルベージテキストはこれは申し込まないとあのもらえませんけどこれ今日ガイダンス出した人はねあの。 まあ、あの本気でね申し込むぞという人に来てもらいたいわけだけどもね冷やかしで来た人であってもこれは進停して進停しますから気前がいいですよこれ相当価値ありますよ一行問題集ですからねで一行問題集っていうのはねあのなんやその簡単やでと思うかもしれないですけどこの基本基本の、まあ、一つ一つ見ましょうか例えば一番初め二十九条の特許権ってありますけどね いやー結構、ほら、新規産業上の利用性はあんまり出ないけど、新規性とか進歩性とか、超よく出ますやん、ね、ちょっとせっかくだから、事業みたいにしましょうか、ね、まず産業上の利用性でしょ、29条1個、足書きで、それで新規性でしょ、2区1確保で、で、29条2個の進歩性ね、だからやっぱりね、こういうその、あの、一見ね、入門講座とかでやるようなレベルではあるんだけど、意外とね、趣旨売ってくれてたらね、言えない人多いよ。うん、うん だからこういうのをね,そのあのね、ちょっと代わりと言っちゃうんだけど、まだあのサルベージ適正はでき,、ね、できてないから、この1行問題集だけでも、ね、こうやってほら新規制の趣旨とか書いてるんだよ、ちゃんと俺が。ほらちょっと緑塗るよ、ね、新規制を要求するのは新規発明公開の対象として独占権を付与する制度趣旨によるものであると。ね、抗体独付与、新規制って覚ってるじゃん。で俺が語呂合わせで言うけど ね、あとほら進歩性の趣旨もちゃんと書いてるよ、はい、進歩性のない発明に対して排他的権利を与えることは社会の疑心に役立たないかえって妨げ進歩性だよね <laughs> ちょっとゴロテクは出てますけどねっうでしょういいですよこれまあちなみに産業上の利用性も言っとこうかこれ青本ベースです、ね、単に学術的実験的にしか利用できない発明を排除するためだとねうん あのもちろん、法目的を理由にしてもいいです。産業の発達を図るためであるでもいいけどね、青本には単に学術的、実験的にしかあ利用できない発明を除排除するためであると書いてます。だからね、私のこういった理由をけてね、何気にちゃんとあの出典も受けてますから、で皆さんがもしどうしても分からん方を俺に聞いていただければあ、これは審査基準だよとかね、これは青本だよ、これは判例だよ、うん、これはね、どこにも載ってなかったからちょっと俺がアドリブで書いたわとかね、ちゃんとね、全部言えますから。 そうう。でしょじゃあ次のねあの三十条ほらね三十条新規制総数の例外もね結構出ますよねはいそれで趣旨もねちょっと見ましょうかちゃんとね語呂テクに従ってますよはいほら一切あ一律って言ってるけどまあいいか一律に、えー、できないはめ者ゃに酷ねっ散髪器用趣旨 そぐわない、ね、これはごあの俺の授業普段から出てる人はゴロテクですよね一切できないハメ者に濃く散発気を収そぐわないね、まあ一律にのところは一切一切でもいいですよねあの確かね実際の,あの審査基準は一切ってなってます一切できないハメ者に濃く散発気を収そぐわないねはいでこれはね青本じゃないんですよこれ審査基準ですわ 書いとくねああほらね、役に立つでしょでね自然に俺のこういったねあの基本レジュメって言うんだけどこの創設を読むだけでもためになります。ああ創設だけでもあの趣旨が書けるように大体、ね、いいほらこうやって原則そしこしでの三乱論法でやってるからね自然にそれが身につくんですよ。でこれってね皆さんね実務に入るといわゆるあの明細書だよね。 従来技術解決しようとする課題解決手段というのを変えていくんですよ。これってまさにししかそこででなんですよああだからこの習慣が身についていると明細書も自然にその従来技術解決課題解決手段という流れが自然にね閣僚になるんですよ。えー。ねじゃあ39条ねこれも審査基準やね。でちょっと見てください39条の趣旨。ね ?5 ページのところ、ね、これもほら あの公,開代償公開の代償として特許権者に一定期間独占権を付与それから重複特許を排除する趣旨1発目1特許の原則、ね、この3つのキーワードだけでもね39条の趣旨で出しとくとねあの大丈夫ですよっていう、ね、指針を示しておるわけですよ。ねこれで分かったでしょこのの一行問題集の 活用の仕方はこの創設を見るだけでもためになります。ね、はいであとね。今特許ばっかり見てきてますけどね。ああ、あとね。7ページも見てほしいわ。これね。29条の2の趣旨ですよ。で、皆さんもうそんなかけるわと思うと思うんですよ。でね、えー、青本見ていただくと分かるんですけど、あのすげえ長いんですよ。29条の2の趣旨でだからこれはね。青本短縮バージョンって書いてみましょう。 ね、青本短縮バージョン一応ねあの平成25年にも出ておたことありますよ書いてみましょうか平成25年の問題一でね25条の趣旨出てますから一、ね、つはね出願時に新規書を有していてもその後に公開された千画集めと同一の発明を再度公開する実益はないですねでまた「甲眼集めは39条一項で拒絶されるが線画の処分が確定しなければ甲眼を処理できない」というねあのもどかしさがあるんですよ うん、でさらに防衛室ンの抑制をるる必要もある防衛出願の抑制というのはどういうことかというと、ね、昔は神、ね、風特攻隊みたいにあの一つ一つの出願でもってライバルあの企業の発明を蹴落とすみたいな戦略を取らざるを得なかったんだけど要するにあの今の、ねえー、明細書というのはそのクレームには本命の発明を書くけど明細書には別に本命じゃない発明もいっぱい書いていいわけですよ。 だから本命発明は自分でも権利を取ると。ね、であの本命じゃない発明は周りを寄せつけないために書いとくと。でそれが公開されることで周りを寄せつけないことができるわねああ。別に自分は権利取らなくていいけど周りを寄せつけない。はい防衛出願だ、ね。だから防衛出願の数を減らすことができるということなんですよ。ああね。はい。 で皆さんね、これ、あの事例問題に役に立つから、ちょっとピンクで塗っといて、大体29条の2の事案が出たときには、5つの要求を検討しますよね、はい、カッコ1、ピンク、カッコ2もピンク、えー、っとあカッコ3、ピンク、ね、そしてカッコ4もピンク、カッコ5、ね、こんなのあれよ、入門レベルではあるんだよ、でもこの入門レベルがしっかりと身についていることが、 応用問題にも構想するということだよね。ほらだから何気にこのね一行問題集役に立つんですよ、ね。じゃあ皆さんね、特実はもうこの辺でいいじゃあ衣装消表も見ようかあるよちゃんと。特実だけはないよ。はい。じゃあね、衣装消表はどの辺から始まってるかというとね、27ページ。ね。ほら、画像の衣装、条文までついてるわ。ただこれはね、あの、なんていうかね、論文の答案っていうよりは、 あのちょっと審査基準の形を取ってます審査基準ねだから何ていうかね論文案とはっていうよりは審査基準に書いてあることを紹介してるって感じかなああまあだからあの参考にはなるねちょっとせっかくだからね授業みたいにしてやろうか皆さん画像をねえー、っとねそしたらあ,あのどこが重要かというとねえー、物品から離れただから黄色で塗った方がいいなあ,あ 画像の遺書ってあの黄色で黄色のイメージなんですよはい令和元年遺書法改正により27ページねはい新たに画像遺書画像を遺と認め物品から離れた画像それ自体も遺書法による保護対象としたねで大きく2通りあるって書いてるねでまずね括弧位一はあのあれでいいです黄色ではい物品から離れた画像 まさに画像衣装と言いますところがねなんと、うん、画像の衣装なんだけど物品の衣装というやつがあるんですよピンクで塗りますはい物品等の部分としてのお画像を含む衣装として保護を受ける方法ね以下このような衣装はい物品等の部分に画像を含む衣装ほらでこれはね皆さんイメージでいきますかまず黄色はね一番分かりやすいのは皆さんのスマホに載ってるアイコンですね うん、これはもう完全にですね物品じゃないですよねアイコンの衣装というのはそうでしょうでもねこのピンクというのはね物品と結びついてるんですよで逆にその画像がないとね物品として全然役に立たないこれですはい今見せてます皆さんねこれ置き時計16時36分を指しますよねでこ,これが画像ですわでここをこうね隠してしまうとよな何の物品なのか役に立たないねあ 紙を押さえつけるぐらいの役割はあるかもしれませんけどね文鎮ぐらいのあ役割はあるかもしれませんが <laughs> でこういうのが物品との部分に画像を含む一緒なんですほらこういうことも学,学べるでしょそれでね、はい、ちょっと黄色とカッコ1黄色カッコ2はピンクねはいで皆さん蛍光ペンっていうのはね面白いもんでね 黄色とピンクを混ぜ合わせると何色になりますかそうです、オランゲリオンになります。はい、ということでまとめてあこれ,これつかねえじゃねえかよ。<laughs> つかないな、捨てる、捨てる。はい、ちょっと待って。はい、さあ、ピンクと黄色を混ぜ合わせました。はい、画像を含含む衣装ですねそうこの両者を含めて あまとめて画像を含む衣装っていうんですよ、ね、ほらこれだけでも勉強になったでしょ意外と学ぶことあるんですよねはいじゃあねえー、っとあとはねあどうしようかねはい建築物の衣装もあるね次見てください建築物の衣装もありますよねじゃあせっかくだから建築物の衣装もねちょっと基本的なことだけ教えておこうかはい えっとね、建築物の衣装をたるためにはい、ね、かの一応指にを満たさないといけないほらこれちょっと趣旨は載ってませんけどねこれ審査基準ベースで書いてるんで趣旨は青本がいいですよねうん「店舗外観特徴的」ね「工夫を凝らしてぶらかそう」「うん」「ねああ。ねあ そんな感じの語呂合わせを用意しますから、青本で。うん、青本も、あの併用しながらやっていくと効果的ですよ。ね。うん。<laughs> はい。さあ、それでね、えー、っと、次を見ていきましょうか。はい、今度は、あの二条二項ですね。三十一ページ見てください、ほら。あこれ。あの実施の条文ですね。はい。で、実施はですね。ちょっと、あの、この、このレジュメ。 不備があるとすればここですね。はい、ちょっといいですか。あここで資格を囲ってください。ね。ちょっとメモしてね。R 三改正にて。はい、海外事業者。 個人に対してということね、個人をして模倣品を持ち込ませる行為、これがね、含まれますよね。含まれることとなった。ね はい、これちょっとあの私のレジュメにあの改正にアップデートされてませんでしたからあの逆に手書きで書いておいてください R3 改正にて海外事業者は個人をして模倣品を持ち込ませる行為が含まれることとなったと、ね、ああまあ条文見てもいいですけどねあ俺ちょっと手持ちの条文がないですがあの嘘なしですよね。 であの10月1日施行ですよねきょあの去年のそれも書いていきましょうかね、えー、R4 の10月1日施行ですだからもうすでにねあもう皆さんはね法改正後の条文で学んでいるわけです、うん、でおとといねネットニュースも出てましたよあのー 模倣品あの税関当局が差し押さえた模倣品の数が、ね、20%アップしたというニュースが出てたんですよ。でこれはね別に模倣品が増えたということではなくて模倣品はあんまり変わらないんですよ。ただ取り締まりができなかったんですよ。グレーゾーン的なものが多くて。ああ個人が取り寄せてるやつはねあの取り締まりができなかったんですよ。市はないから、ね、でも いくら業としてない人でも結局事業者が介在してるわけね海外のだからそれらを取り締まることはできるようになったんですねはいで一応ほらこうやって塗っとくと分かりやすいわね皆さんほら物品の輸入あ違う物品の実施ピンクで塗ってますね建築物の実施、はい、2号オレンジで塗ってます検視除去網と覚えてねはいで画像の実施3号黄色で ね、はいこういうふうにねこれだけでも分かりやすいよねはい間接侵害も今のうちにや雇うかね間接侵害はね123がこれ物品関係の間接侵害ですだからピンクで囲いますねそれで建築物関係の間接侵害が456です456ですああで789が画像異常の間接侵害ですほらこれだけでもね 木が楽でしょここの詰まるんだけどああサザンが9っていう感じになっとるんやねとうんそして今度はね赤ペンで「のみ」っていうのを書くとくいさい。まるでいいからほら「のみ」「のみ」「のみ」ほら147に、ね「のみ」が出てくるんですよ147ねアルファロメオ147じゃありませんからねはいそれでえっと今度はねあ赤の四角で書くみましょうか「美感喪失不可欠物」ね 美観喪失不可欠物美観喪失不可欠物ねこれ特許的に言うと課題解決に不可欠なものっていう感じだよねこれがねほら258に登場するんですよ258ねで今度は所持いってみようか所持はね三角でいこうね所持ほら3号所持ああところが建築物はね所有っていう言葉所有権民法でね で画像はね、あ画像はちょっと待ってるよ、保有、有体物画像は所持、三角は2つあります。ほら、これだけでもね、体型が分かるでしょ、ね皆さん、関節診が出た年を覚えてるあああの最近、最近出た年がありますよ、いつですか、はい、令和3年に出ました、ね、ちょっと書いてみますよ、もし閣めやるでしょう。 令和3年の問題2で出てますから、間接侵害。医症法のね。ほら、意外と出るでしょ。これ、右のページ見てくれ。これ、去年出たやん、これ。ねちょっと書いてみましょう。あ、下式放水事件、去年出てますよ。R4 の1の2じゃなかった ?R4 の1の2。ね、見といてください。下等式放水事件出てますよ。で、しかも青本24条。 これ俺的中させてますね。ある意味ね。うん、こう出たから乗っけたんじゃないですから。うん、昔から乗っけてますからね。やっぱりこういう基本レジュメから出てるってことですよ。うん。はい、じゃあね、ちょっと待ってね。まあ、大体わかったでしょこういう基本レジュメってこんな感じになっとるよみたいな。商標も三十七ページから載ってますからね。ほら。見るとわかるけどね。必要なそのメジャー項目は全部乗っけてるでしょう。うん。 そうなんですよそれでねえー、っとはい付録っていうのが51ページから載ってますええでこれはどういうことを言ってるかというとねまあ52ページ実際の過去問ですねこれ R1 の特実で次をめくるとですね過去問の答えあ過去問の答案構成ぐらいは載ってますで、ね、載ってるでしょ5354ねはいで次見てくださいな何が言いたいかというと 中しととるぞいいこ言たんですよ2019年、的中しとるぞと,中しとるぞっていうことが言いたいわけですよ。ねうん、R1 でしょ、2019年って。うん、まで、今度はねあの、57ページ見てください。これ、平成30年の移籍法の問題ですわ。で私が問題、私が出した問題が58ページに載ってるんですけど、問題値そっくりですよ、これ。問題値ほとんど一緒じゃないですか、これ。 ね、平成30年遺書の問題地と私がサルベージで出した問題地ほとんど一緒でしょ要はね2つなんだけど1つと見なされるような遺装ってどういう出願がありますかみたいなね組物が典型的じゃんね動的遺装あるやん内装の遺装あるやんねで遺書登録を受けようとする部分が2以上あってもねあほら形状等の一体性あ機能的一体性があればね1出願扱いだしねほら 次はねえー、っとじゃあ63ページこれ平成29年の特日1位ですねはいこれは何が出たかというとね国際調査予備審査が出たんですよこの年ああ論文本試験で国際調査予備審査あ,あもっと具体的に言うと19条補正34条報制が出たんですよで見てください私が的中さしました2017年サルベージあの答案構成見るだけでもいいですね ほら見てください、説問5が分かりやすい19情報制、34情報制ねああ、まあ、全く一緒というわけじゃないけど視点は合ってます、つばり、ねほら。でね、やっぱりその私はねただ皆さんにその答案書かせて終わりじゃなくてある程度、こういうふうに山を張りつつ取材していくとね、うん、なるべくこう当たってほしいという気持ちを込めて出していきます。ね これどうやったでしょサルベージゼミの特徴レベル的にもねやっぱり本試験と同様だよなとねでもいいんですよ皆さん練習は失敗を恐れないでくださいね私から変な点数を取ることを恐れないでください逆に言うとそういうねその自分がその悪い点数を取ることを嫌がってる受験生って結構世の中にはいっぱいいてねうん 残念ななことにあの未だにいだ受験生を続けざるを得ない、ね、でもそのどっかであの自分の実力のなさをあ指摘されつつあじ伸ばしていく機会を設けないと受からない私だってそういう時期があった、ね、私なんかね担当は得意だけど論文がめっちゃ苦手な受験生だったんですよこう見えてもだからね担当はねすごい両極端でしたね俺担当は全国トップクラスなんですよあのし上一桁に行くような。 1,000人以上の模試で一桁ぐらいを常にあの狙いにいくような受験生だしたところがね論文真逆なんですよ論文はねなんかどべから数えた方がいい,い,いみたいな感じ <laughs> でなんであの私ねダメだったかというとねあの信じられないかもしれませんがたくくさん書くタイプだったんですよだからダメだっていうねだから俺の今の指導方針につながってんの。 悪い点数もらってた受験生なんで、で少なく書く書ようにしたら点数が良くなったんですよ。あ、そういうもんかと論文って、でそれが私のこの指導の仕方のルーツになってるんですよ。あ,あ、あとね、あの皆さんと同じように討論受けてましたよ。でね、あの特実戦2時間じゃないですか。で1時間遅刻して受けたことがあるんですね。で残り1時間でしょ。残り1時間で2問書いて全国トップになったことがあるんですよ。 それで分かったんですよ俺論文のコツがあそういうことかと量じゃないんだなとうん要するにポイントをパンパンパンって指摘すれば受かるんだなとそういうことなんですよで時間がないやろだから余計なことを書けないんですよ書きたくてもだから必然的に優先順位の高い項目だけを書くあそれなんだと論文ってぐじゃぐじゃ書くもんじゃねえんだなとそれが私の指導方針につながってるんですはい ね、はいということで、あのー、大体私の言いたいことはあ終わりました、ね、じゃあ皆さんの方から何か質問したいことあればあ質問したいあるいは要望とかあればね可能な限り聞き入れますはいどうでしょう何かあればどうですか女性の方はい今思い浮かばな、ね、いきなり当てられてね <laughs> ね無理もねえわどうですか 特にないですか。あ,あれですよね、エルゼ、エルゼミも、ね、去年、今年も受けてるっけ、去年。今年も受けてる。あ、失礼しました。今年は。<laughs> 今年も受けて。なよ、ちゃんとね、現在進行形で、受けていらっしゃる方やね。あれでもね、最近安西先生がメインだもんね。エルゼミはね。俺四回に一回ぐらいしか登場しないから。あ、どうですか。女性のあっね。遅刻してきましたけど、いいですよ。なんかほら、あの。 もう俺は話してるけど聞いてない事項ってあると思うんであの重複してもいいですよ。はい、おいあい勉強時間を確保できないわけだ。うんうん、なるほどあのねじゃあこうしたらどうよ勉強時間を確保できないからこそもうぶつけで書いて点数悪くても自分のそのねあの出来の悪さを指摘されて。 それを今後に生かすだけの勉強ななるじゃない逆に言うとね自分時間がない人って自分で勉強しようと思っても時間がないんですよだからそれは仕方がないでもね例えばあ,あのた担当のあれもねあの頑張ってらっしゃいますよねだからあのそれでいいんですよ現場に来れば少なくともこうなんかこう演習的なものそ,それに対する解説を聞く場面あるでしょうそれだけでも全然違いますようん。 うん、それだけでもいいんで,すで,でねただ一つあのあのいつまで経ってもそれだと受からないんですよそれでねあのほら時間がないわけじゃないですか会社でねそれでその状況的に今のシチュエーションにおいてそれが改善される見込みってあります例えばその残業が少なくなるあるいは人事異動でどっか他の部署に移って楽になるとかそういう見通しがありますか ええ、ちょっとマシになるはいはいあのな,なぜそれを聞いたかというとねその今私が言ったように時間がない人はねとにかく現場に来いという逆に言うとああで点数悪くてもいいから自分の欠点をこう見いだすだけでも勉強だとでもさだからといって,言ってああそ,その今の現状の時間のなさがずっと続くとやっぱり受からないわけよだからねそのでも弁理士にはなりたいという気持ちがあるならば あの人事異動で今知財部かなんかですかいろんな部署いろんなことやる部署あなるほどね私も昔そういう部署いましたねで思い出すと私もねサラリーマン時代受験生の頃サラリーマンでしたらだい大体御前様なんですよ替えるのがうん、うん、それでね実は俺あの大体御前様だったんだけどそれこそね週に1回か2回レックに通ってたんですようん あの当時はね神保町本校という、うん、ゼミですよやっぱり、うんうん、ゼミでねそれでねやっぱり時間がないからその予備校に通うことがもう勉強だったんですよね家に帰っても勉強しないしあのきついしでもずいぶんね力つ,つきましたよ、うんうん、やっぱりその,その時の先生がねあの名前言ってもいいでしょ別にあのいいこと言って,言ってんだね谷口昇先生ってってねあの商標の専門家です今実務会でうん あのい、いい先生でしたね。あの、なんかね。えー、私はね。あの、なんていうか、やっぱりこう、当時はね、たくさん書くタイプだったんですよ。うん。だから、たくさん書くのになんで点数が悪いんだということで、自分で疑問を持ってたんですね。そしたら、その先生が、やっぱ教えてくれましたよ。いくらね、あの、ネタとして同じものを書いてる人であっても。その項目の上げ方の順番だとか。ね。 それから答案のあの間の取り方要するにね見やすい答案の書き方ってあるんですよ。見にくい答案と見やすいこう答案の書き方っていうのがあるからその答案も一つのアートだと思って取り組めって言われたんですよ。そっからねずいぶん見方が変わりましてねあの一つの作品を作り上げるとね、うんまあアートアート作品なんですよ答案も、うん。それ以降ねどうやったら読者が読んでくれるかっていうあの気持ちを持って答案を書くようになったんですね。 それが構想しましたね。まあ、そのえー、谷口先生も厳しい採点者でしたけど、合格点が取れるようになったんですよね。ただね、面白いのはね。今だいたい60点が合格ラインでしょ。俺が受験生の頃はね。30点だったんです。<laughs> 信じられんかもしれないけど、30点が合格ラインだったんですね。 だから平均的に25点とかね <laughs> 今,考え今だと25点になって全然あかんけどね当時は25点が今でいうところの50点みたいなもんだったんですね懐かしいね、うん、だから時間がない人こそね予備校に通ってほしいねそれであの例えばどうしても拉致があかんかったのも自分から人事異動を願い出てあの暇な部署に行く場合によってはもう転職を視野に入れるとね あの企業内弁理士がいいんだったら企業にいっがいいですけどあの、まあ、私もねある意味両方経験してるわけですよ企業内弁理士とあの事務所弁理士だからねやっぱりどっちの方が自分に向いてるかっていうねあそれを経験するのもいいと思いますね、はい、そうやって自分の職場環境をこうあの見直していくっていうのも手です、はい、そういう感じでどうですかねあの1時間約経ちますけどね 何か聞きたいことを思い出しましたどうですか、うん、あ一行問題苦手ですね、うん、ええ分かりましたうんそうでしょこの一行問題集意外と使えるでしょそうですこれを使ってくださいあのね まあ本格的に一業問題に強くなるためにはあの講座としては青本出資対策講座とかあるんですよ、まあ、値段的には12万ぐらいのね、まあそれを取ってもいいんだけど、まあ、これだとただですからねもうただというか今配りましたよ <laughs> これを通じてやるだけでもいいよねうんそしてあとねそう実はこのサルベージテキスト あのまだできてなくてごめんなさい配ってみたら分かるんだけどあどうしても見たければね去年のとかあるから見せますけどあの一行問題が結構載ってるんですよ、うん、で一行問題も2つに分かれてましていわゆるガチの一行問題と現場思考型一行問題っていうのがあって両方にに強くなるようにあの私が問題を出していきます現場思考型一行問題というのはどういうことかというとね登録資料の平和を是正するためのあ規定を上げ えー、その趣旨も述べようという問題。登録主義の弊害を是正するための規定を上げ。そのそれぞれについて趣旨を述べよう。こういうのを現場思考型一行問題って言うんですよ。なぜ現場思考型かというと。じゃあ、ちょっとどうですかね。登録主義の弊害是正の規定を上げられます。今。どうぞ。お、五十条、はい。十九条。十九条いいですよ。十九、二十ね。 ネタ切れ。あと二つぐらいですよ。ね。二つあるっていうのは知ってるんだね。そう、でも、まだ出てこない。そう、つまり途上段階にあるわけです。ね。それもね、あの項目レベルだけでも、パン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 って出るようになってくるとね。あの合格により一歩ずつ、一歩ずつ近づいているということだね。だから、まず、あの五十条と十九、二十、これはもう必須やね。不使を取り消し審判。それから、存続キャンとその更新制度。 であと2つはね区分減補正とそれから分納制度ですね分割の付うああであとまあ5つ聞かれたら3一柱なんかも挙げていいと思うね、うん、塩石ぐらいは要求してるとああだからそれぞれの規定について趣旨を述べるというほらだから現場思行型一行問題っていうんですよね例えばあの平成25年の商標法でねこういう問題が出てます。法目的について説明した上で、ね、商標権者の義務 およびその義務に違反した場合の制裁について述べようみたいなねじゃあ,あのせっかくだその男性どうですか商標権者の義務どうだどうぞ3つあります実は3つ答えてください商標権者の義務どうよお使用義務いいね一つ出たねはい登録商標使用義務だね それで終わり。<laughs> うん。あの、女性の方はどうです。登録商標の使用義務一ついました。あと二つ言ってください。商標権者の義務。選手応者はい。はい、うん。え、はい。ああ、適切に、そういうのはね、監督義務だね。逆に言うとね、監督する責務があるわけです。監督義務です。はい。あと一つは何でしょう。どうでしょう。 お不正使用取り消し審判ということは逆に言うと正当使用義務だねはいこの3つ使使用義務正当使用義務監督義務務監督ほらこういうのが答えられる問題こういうことを答えさせる問題が出たんですよ平成25年の商標法問題1ねこういうのを現場思考型一行問題っていうんですよああでほら制裁簡単でしょだから使用義務違反に対する制裁は50条 政党、えー、使用義務違反に対する制裁は51、52条の2、50あそうだね、51条、52条の2、はいで、監督義務違反に対する制裁が53条ほら、こういうね、だからね、過去問を復習するだけでも意外とあの一行問題に強くなるんですよ。ね まあそういった意味ではね、まあ、皆さんの中に私のほら論文過去問対策講座理想言っていうのがありますけど理想と現実ねもしそれを取ってるようだったらね、まあ、その中からこの一行問題見れば分かりますからそういうのをピックアップしてあの自分の苦手なやつちょっと書いてみてね、あのー、それを出してもいはいね俺に。うん、はいということでちょうど1時間経ちまして皆さんもあの実践当連ある人はねあと残り30分後にありますから。 あんまり長引くわけにもいかずこの辺で終わりたいと思います。じゃあ皆さんねサルベージセミ3月14日です。まあ今ね悩んでる人もいると思うんでねえっ、ー、と今日が3月えっ、ー、と5日ですか今日ということはまだね1週間ぐらい判断時期がありますからあのー、まあ3月14日までにね決めればいいですけどただ早く申し込んでおけばさあのー、早く答案も出せるしねオプション添削答案ねうん。 まあ、あっという間に使い終わるのもあれだから少し,少しずつ少しずつ出すのでいいんじゃないねうん、あのー、そういう感じでやっていこうよ、ね、それで皆さんがね一人でも多く合格できるようにねあ私も、あのー、全力で指導していきますよ、ねまあ、担当のある人は担当の質問とかもしていいからどんどん、ね、両方対応できるから俺、ね、はいじゃサルベージーゼミの説明会を終わりたいと思います じゃあ,あの通信で聞いてる人もねぜひ前向きにご検討してあのこのゼミねあるよ海外から受けてる人もいるぐらいだからね去年と今年あのあのどこだっけモンゴルにモンゴルから受けた人とかね <laughs> 台湾にいながら受けた人とかもいますから <laughs> はい、はい、そういうあの通信的に利用する人もあの可能ですからねはいじゃあ以上で終わりたいと思いますどうもお疲れ様でしたはい。